皆さんこんばんは。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。これから NPO 法人薬害研究センターの内海悟先生とホメオパシーの由井虎子先生のスペシャルトークを開催いたします。本日の司会をさせていただきます新日本文芸協会の橋本瑠美と申します。拙い司会ではございますが最後までどうぞよろしくお願いいたします。まず簡単にお二人の先生のご紹介をさせていただきます。内海悟先生は東京 DD クリニック院長 NPO 法人薬害研究センター理事長でいらっしゃいます。ご著書の精神科は今日もやりたい放題で深刻な精神医学の問題を大きく取り上げてベストセラーとなり、また最近では医療や薬物の問題にとどまらず様々な社会問題を世の中に訴えておられます。新刊の1日3食をやめなさいなどたくさんの書籍がベストセラーとなり、 Facebook の人気ユーザーランキングでは10位という今最も注目されているお医者様でいらっしゃいます。由井虎子先生はカレッジオブホリスティックホメオパシー CH ホーム学長、JPHMA 日本ホメオパシー医学協会の会長でいらっしゃいます。日本のホメオパシーの第一人者として知られまして、心と体魂を癒す禅メソッドが国際的にも注目を集めています。また農業生産法人日本の豊受自然農の代表でもいらっしゃいます。徳と私インナーチャイルドが待っているなど多数のご著書がございます。さて今回は10月18日と19日に東京日本橋の東証ホールで開催されますホメオパシーの学術大会のプレイベントということでお二人の共演が実現いたしました。今回のテーマは今こそ有事に備える食心命すべてにホメオパシーということで、由井先生から内海先生にぜひその大会で講演をしてほしいというお願いをしたところ、内海先生が来年の8月まで週末は全部講演会で待っているということで、内海先生が今回このプレイベントをご提案してくださったというふうに伺っております。内海先生はこのホメオパシーとか今日のコングレスに関して何か思い入れというか何かございますかあるのでしょうか。いきなりな振りでしたね今ね、はい、いや、まあ、皆さん今日は来ていただきましてありがとうございます。ご紹介に預かりました、上野の近くでですね開業しております内海と申しますけれども、まあ去年私コングレスの方に出させていただいて、まあ、ちょっと医療の闇みたいなような話と、まあ、ちょっといろんな魂というものを、僕私本当はね魂なんて言うかな、魂不要論じゃないんですけど、うん、魂って今の言ってる姿とは違うんじゃないかみたいなことを、まあ、そういうふうな話をですね去年の、なんですか、コングレスの中でお話しさせていただいたんですけど、まあ、去年の時はまだなんて言うんですかね、ちょっと平和的な感じだったような来た気がしたんですけど、まあ、今年はですね、そのコングレスの、まあ、テーマが、まあ、有事に備えるっていうことで、まあ、今日の、プレイベントのテーマでもあるんですけど、まあ、そういうことで、発信されているので、まあ、じゃあ私もちょっと、ね、確かにそういうふうな、気持ちは私もありますし、まあ、それでいろいろどこに行ってもそういうことは言ってるし、Facebook や Twitter でもそういうことは、まあ、一応流してますので、まあ、ちょっと私も少しは宣伝に協力できればいいかなと思って、まあそういうことを、まあまあ、お声掛けしたと、まあ、最初は今年のコングレスに出てもらえないかっていうことだったんですけど、ちょっともう埋まってるので無理ですっていうことでこんな話になったと、うん、まあ、いうことなので、私当日はいけないんですけど、ぜひですね、多くの方に参加していただいて、いろんな方のお話聞いていただければなというふうに思ってますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしますと今回はコングレスのテーマが有事に備えるということになるんですけれども、有事といいますと戦争とか災害というようなイメージがありまして、やっぱりそういうものはどうしても避けたいと思う人が多いと思うんですけれども、どうしてこのようなテーマを今回由井先生は選ばれたんでしょうか。
そうですね、私は、まあ、ホメオパシーと農業と両方やってるんですが、まあ、農業の、自給率が 27% になっていた。私はヨーロッパに行ってる 15年の間に日本の自給率はものすごく減ってしまったっていうのをびっくりしちゃったわけですね。それで、まあ、9年前から農民をやりながら、もちろんそのアトピーの子がですね、農薬をいっぱいかかってるのを食べると全然アトピー治らんっていうのがですね、見て取れましたので、じゃあ無農薬のって言って自分で作って差し上げたところ、ずいぶん良くなっていきました。こういうのも見ました。で、こういう、こう日本が、自給率内需の国だと思っていたのにこんなに下がってしまった。で、農民が一時間給が125円だっていうところ、60年経って 82% の農民がいなくなったっていうところ、これはもう国は亡国にならざるを得ないと思ったのが一つでありまして、またその311、3年半前でしょうか、あんなもう未曾有の事件が起きたわけですけども、そこで本当に一番大事なものはホメオパシーのイメージじゃなかったんですけども、大事なのは食だったんですよ、水だったんですね。で、そういうのも考えたときに、もうホメオパシーだけじゃなくていろんなことをね、やっていかなきゃいけないなと思った次第でもあります。ですから農業生産法人立ち上げたんですけど、私ちょっと声変てこでしょ、おばあさんになったからこんな声になったんじゃないんですよ。台風18号がですね、なんだか知らないけど日本向かってずっとこうぐっと90度で曲がってくるもんですから、これは気象兵器だったんやろうかと思いながら、私のところは米植えてるもんですから18号こう接近する中で米を一生懸命取らないとこう全部なぎ倒されると困るんで、まあ一生懸命やりましたら、もう本当にもうね、大変な、もう雨がこうそこまで来てる段階でもうどん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 刈り取っていきまして、それもうちらは手でやりましたから、もう死に物狂いでやりましたらね、もうなんと、ひろひろになりまして風邪ひきまして、まあ年に一遍の大掃除だと思って皆さん見苦しい声ではありますけども、本当はこう綺麗な声、いい声なんですけど、今日はこんな声でごめんくださいませ。こんなところで有事というのは本当どの段階においてもこう考えなきゃいけないことだなと思います。で、戦争が起こると私は言ってるわけじゃないんですけども、本当物がなかったら、食べ物なかったら、やっぱりみんなね、持ってる人のところに喧嘩を売って取りに行くんですよ。ですから自分で畝立てて種持ってみんなで農民にあったらどうって思うのが、これが事情ですよね。自分で自分を助ける、兵糧攻めにあってもほら自分で助けられればいいでしょう。で、そんなことをしたらいいんじゃないかなと思うし、食べ物ないと戦争起きるだろうし、劣等感があるとやっぱ戦争起きるだろうし、あの国はすごく幸せだとか、でも自分の国は幸せでないとか、じゃああの国を取ろうよ、森もあるし水もあるしってなっちゃうんじゃないですかね。このような劣等感っていうのもイナチュアルドっていうのを癒せば楽になるんじゃないかなと思いまして、みんなやっぱり自分の中の葛藤だとか人を憎く思う気持ちとか、こういう心を、すごくこうきれいにしていくことでですね、戦争を起こさない、状況になるんじゃないかと思います。戦争は一人一人がやっぱり心の戦争をきれいにすることで良くなっていくかなと思いまして、こういうことをね、コングレスで言いたいなと思ってるわけです。ありがとうございます。そうしますと、その、まあ、社会的な問題とか食料の問題なんかは宇都宮先生も詳しいと思うんですけれども、宇都宮先生はその有事に対する何かこう情報といいますか、何かございますか。広いな。有事って、まあ多分有事って言われると、まあ一番皆さんが気になるっていうのはやっぱこう戦争と災害ってさっき言われたように、まあ、あると思うんですけど、まあ確かにずっとですね、東京っていうか関東ですか、もう震災はもういつ来てもおかしくないというようにずっと言ってますし、もうこれはもう陰謀もへったくれもなくて、普通の地震学者さんも普通にもう数年以内に必ず起こるということをまあ言われてるわけですから、まあ、それに対してのまあ対策とかっていうことも当然考えなきゃいけないと思うし、まあ、あと最近、何ですかね、日本人が心配されてるのは、まあ、例えば集団的自衛権の有無っていうか是非ですかっていうふうなこととかあると思うんですけれども、それは戦争につながるんじゃないかとかね、まあ、憲法改正とかですね、まあ、そういうふうなことの話とかが、まあ、非常に話題になってるわけですけど、正解はないと思います。正解はないと思うんですけど、私は基本的には反対なんですね。
はい、っていうのは、まあ、その今の、 自衛権の構築とかですね、まあ、憲法改正っていうのは、まあ、見せかけ上は非常に戦争というか自国をこう防御しようというような流れになっているように見えますけど、まあ、政治の裏を追っていくとこれは逆に戦争に誘導しているなということをやっぱり非常に感じるのがありますので、だから有事っていうふうなことで考えてもその今の方向はその有事の防御というものが有事の防御になってない、むしろ逆にそれをこう何ですか助長する方向に向かってるっていうことが前提にあって、それをみんながですねできるだけ多くの人が気づくっていうか見抜けるようになるっていうことから入んなきゃいけないなというふうに個人的にはまず思ってます。その上でユイン先生が言われてたようにまず 自給自足ですか、自立というかですね、まあ、できないと、まあ、聞いて、ね、お話にならないし、逆に言うとそれがあれば何があってもですねなんとかなるっていうところも少しはありますので、まあ、そういう方向で確かに進められればいいなと思って、うちもですねうち茨城でですね、まあ、小さい福祉法人というかそういうのをやってるんですけど、まあ、そこでも今いろんなですね、まあ、障害者っていう人言われ一応扱われてる人たちが入居してるんですけど、自分たちでなんちゃって自然農みたいなそういうのことをやってますけど、まだ全然収穫量が追いついてないので自給自足ってわけにはいかないんですけど、やっぱりそういうことをやると、まあ、その人たちも元気になりますしね、はい、だからやっぱり今日本人はちょっともっぺんこう土を触るっていうか物を作るっていうふうなことはちょっと考え直してもいいんじゃないかなというふうに、まあ、最初に思うのは思いますけれどもね、はい、そんな感じでいかがでしょう。はい、どうしました。農業についてはゆい先生も豊受け自然農の方で今自然農をやっていらっしゃいますけれども、それについてちょっとお話を伺えますか。作物っていうのは一生懸命やったからみんな実るわけじゃないんですね。天候とか水とかそれから土の状況とか種の状況とかいろいろありましてですね、だからまあそうやってできないときにはものすごい時短出して怒ったりします。なんでできなかったみたいな怒りますけどね、できたときにはもう嬉しくてですね、ようやったようやったってキャベツをパンパン叩くわけですけども、えらかったキャベツって、まあこういう一喜一憂しながらですね、できないときにはおろおろとし、何が悪かったのか考え、それでできたときには嬉しいなって、大体ですねキャベツの種なんてこんなんですよ。それからですねこんなキャベツができるってこれ錬金術じゃないでしょうかね、フリーエネルギーじゃないでしょうかね。農業って絶対フリーエネルギーだなと思うんですね。あんな大きいこんな種のスイカが、それがこんな大きいスイカが何個もゴロゴロできるわけですよ。これってフリーエネルギーだったら何だろうと思いまして、昔私たち本当にこう日本国っていうのはものすごい農業国でしたから、みんな結構幸せだったんですよ。貧乏だったけど食べるものがあったんですよ。うちもうちの母親シングルマザーね、マザーだったんですけど、うちの私お腹の時に親父死んじゃったから、お兄ちゃん7歳2番目が3歳、私お腹に3ヶ月でガダルカナル行ったうちの父親は死んでしまったわけです。8年経ってね、だからガダルカナル死んだわけじゃないから、やっぱりそういう戦争年金なんかもらえないっていう状況で、もう何が彼女はすごかったかというと、お前なトラコ、種と土さえあればな生きていけるんだよって、そういうことをうちの母親はそう言ってくれました。だから3人も母親もばあちゃんも5人いましたけど、本当に貧乏でしたけど食べ物はそれなりにあったんです。それによって私たちはひもじをもせんでよかった。だからもう餓死して死ぬっていうのは、私やっぱりねおいしいものは食べたい、一番したいのはおいしいのを食べたい、 で健康でいたい、だからその2つをやろうと思うと自然農になっちゃったんですよ。で自分がこう夢とするところ、危険な食べ物は食べたくなくて健康でありたいし美味しくありたい、この夢とするところを実現したら自然農になっちゃっただけなんですね。で、患者さんにも食べてもらったらすごく体が良くなったというだけなんですね。でそれとやっぱりこうそのホメオパシーを使ってますので、その私たちは窒素リン酸カリをまかないんですよ。その代わりに窒素を希釈浸透して物質がないリメディをまくんですね。そうするとこうみんなが怪しいとこになるわけです。でも実際私たちそれしかやってないので、でその中でその発酵物を多少入れることもありますけど、リメリーという天文学的に希釈浸透したものを入れてパターンだけが入っていても、作物はそれを吸い上げようとする努力をする、で本来の形に戻る。
先祖返りをしたこともいっぱいありますし、そんなの見ちゃうと人間も先祖返りして、あんなに優しかった人が旦那さんが私の文句言ってきてですね、私はこの嫁の好きなところは従順だったからだと、でもあんたのところ来るようになってからこの嫁は従順でなくなった、元の従順な嫁に戻してくれって私言われましたけど、もう本人が本人らしくあるときに、もう私たちはそれがホミオパシーのすべて、もう生きとし生けるものが自然な姿に戻るっていう、それはあの犬も猫も作物もそれから人間も同じかなと思っています。そんなところで、ホミオパシーをみんな活用しながらやってるんですね。ありがとうございます。宇都宮先生もその農業園をその今少しやっているということでしたけれども、やっぱりその TPP のこととかそういったことがあのいろいろとこれから問題になってくるのかと思うんですけれども、そういったことはどう思われますか？いや、もう TPP、まあ、当然ですけど全部反対反対としか言いようがないんですけど、まあ、TPP に限らずですけど、まあ、大元の母体というか構造上の問題として考えなきゃいけないときは、どうしてもそのなんですかね、日本のその奴隷国家であるっていう問題とか、まあ、アメリカ支配とかですね、まあ、その上から言っちゃえばもうユダヤ支配でもいいんですけど、ユダヤ支配もちょっと語弊がいろいろあるので、単純なユダヤ人っていう問題だけでは片付かないんですけど、まあ、そういう問題があって、その TPP っていうものはその中で その日本の経済支配っていうものの一つの手法にしか過ぎない。だから TPP がもしなくなってもまた次別のものがすぐ来るというふうなことがあるわけで、まあ、そうするとその TPP だけを反対してるっていうことがいいわけでも何でもなくて、その大元の母体にあるようなことにやっぱり全員が目を向けないといけない、はい。まあ、それはまあ優生学的な問題もあるし、大企業利権主義というかですね、コーポラティズムでもいいんですけど、そういうような問題があって、でまあ、日本にはそういうふうなですね、まあ、外資系のですね、力とかっていうのもどんどん入ってくる。であとはそういうふうな人たちとタッグを組んでるような、まあ、どちらかというとこれは中国とか、まあ、韓国が中心かもしれませんけど、まあ、そういうような、勢力というかですね、そういうこう癒着しているような、人々の問題というのも当然あって、これは私が一人で言ってるわけでも何でもなくて、昔からいろんな人が言ってる話ですけど、まあ、そういうのを全部考えていかないと、うん、その農業であってもその TPP であっても他のものであってもきっとその防ぐことできないんじゃないかなと。で今の政治家たちっていうのはその今言ったような人たちと簡単に言うとつるんでる人たちですからまあ当然ですけど今の状況を本質的な改善できるような政治家とか経済界ではないと、うん、というよりはむしろ自分たちだけおいしい思いはすればいいという人たちなので、まあ、そういう人たちに対して、まあ、厳しい目というかですね、ノーを言った方が私はいいかなというふうに個人的には思ってますね。で日本の農業っていうことの話でいうと、有事って言い方するとあれですけど、日本の食料自給率はね、その39とか27とかっていう数字あるんですけど、これは私の中で言うと本当は嘘です、はい。自然農で他のやってる人にもこの話はよく聞くんですけど、本当の食料自給率は 1% 以下、はい、っていうふうに必ず言われますね、はい。これはまあ当たり前の話で種がないからです、はい。全部 F1 の種だから、自然農って言ってやってる人のほとんどの人も、その種っていうのはどこから輸入したりとかそれを使ってる。あとはあの結局今作ってる農業のほとんどの人はそういうあの自然農的な、方法はやってないわけですけど、肥料もだから、全部ほとんど外国産ですから、何もですね自分たちで作れてることはない。だからもう首根っこ完全に捕まえられてて、食べ物はすべて人質って言わないんですね、これ。なんていうんですね、物質っていうんですか、はい。そういうふうな状況になっていると、うん、それぐらい奴隷国家であるということを、そのすべての人がこう直視して自覚しないと、はい、やっぱ問題の解決なんてのは見込めないんじゃないかなというふうに、まあ、思うのは思いますね、はい。だから TPP はもちろん反対ですけど、そういうもうちょっとその TPP とかいろんな政治とか経済とか、あとそれはもちろん医療も全部そうだし、食も全部そうですけど、そういうのの、まあ、母体となっている構造の支配的な構造というか、上からこうね圧力かかってくる構造っていうのに目を向けるっていうことがまず最初に大事なんじゃないかなと思ってますけどね。よろしいですか、私たちの豊漁自然農では36種在来種の種キットっていうのを作りましてね、でこの中にはあのもちろんこう作物もありますけど、病気の時にこう薬草を使いますわね。だからそういうハーブたちも入っていてですね、
でこの種植えてる間に餓死して死んじゃうわいって言われたから、そういう場合は水に入れてですねスプラウトで食べたらいいですよね。3日で芽出ますから。でこういう種キットっていうのをポッケに常に持っていて、それでそこら辺の土地があったらそこに植えとけばいいんじゃないかと、でそういうふうに思ってですね、この種キットをですね、ぜひですね、出したいと思いますので、皆さんどうか寄付をしてください。種を売りますと、大手の種屋さんが来て、あんたのとこそんな持ってないじゃないかとかすぐねお縄になっちゃいますので、どうか寄付していただければと思っております。この種は在来種、固定種、それから自家採取の種であります。なかなかこういうのないんですよ。でこういうのってすごく大事でね、やっぱりどっか欠落しているようなおしべがないような F1 ではなかなかうまいものできないし、人口が減った理由、男性が精子の数が減った理由は F1 の種を食べるからって野口種苗の野口さんはおっしゃってましたよ。ですからまあね、この少子化が進んでいる折、もっともっと精子を増やすためにですね、在来種のすっごい力強い種をそこからできた作物を食べていっていただきたいと思います。家庭菜園からやれってね、野口さんも、まあ、他のね、僕が一緒にやってるような方たちもよく言いますけどまあ僕もだから今ちょっとねそういうの、まあ、会社の方ではやってるわけですけど、まあ、本当に家庭菜園の何ですか、ね、箱じゃないけど、まあ、そういうのからやればいいと思うし、日本は土地結構余ってますからね、畑とか全然余ってますので、むしろタダで使えたりとか、うちもタダで2つ借りてますから、はい、結構すぐ借りれますよね。で一人で借りるのが嫌だったら数人で借りたりとかしてやれば、野菜なんてほとんど、ね、自然農っていうかその従来農法でやるとそんなに言うほど手間かかんないですよね。たまに、うんそんなことないです。だってほっとけってみんなに言われましたよ。いやそんなことないですよ。やっぱりね、目をかけ手をかけ手塩にかけないといけないんですいやもう本当にこんなに色は真っ黒けになりながらね、雨に打たれながらね、やっぱりね農業やるって結構大変ですけどね、ただねできた時の嬉しさ、それから太陽の暖かさ、それから雪のあのしんしんとするあの静けさ、こういうね自然が素晴らしいんでまた行くんですよ。今日さっきまで行ってて好きなんですね、はい、戻ってきましたよ、ね、要するに好きなんですね。いやまあ素晴らしいですこの自然の中に身を投下できるっていうと、自分がなんかこう生かされてるような感じになってね、いいんですよ。皆さん一回ですね、人間界で、ね、いじめられたりいじめたりするんじゃなくて、自然界はいじめないので、ぜひね自然界に身を投下してですね、素晴らしいなって思っていただきたいなと思います。なんか今日は農業の話ばっかになっちゃった先生も今度農業の関係 の、 野口さんとかと本を出されるんですか。はいはいはい、だからまあその本の中にも書いてあるんで、だから今の話を否定するような形になっちゃいますけど、結構ね要するに、まあ、農薬もまかないし、まあそのね、肥料もまかないので、まあ、全くとは言いませんけど、実はそんなに忙しくないっていうふうに私は何人でも言われるんですね。はい、で育つものははっきりと一切手をかけなくても育つ、それが本当の自然の力だみたいなことを、まあ、よく言われるんですけど、まあ、別に手をかけるなとそれは好きな人はもうぜひそうやってやってもらえばいいんですけど、そうじゃなくても育つと、それぐらい、まあ、強いというふうなことが部分的にはあるので、まあ、死の子の言う前にまずやってみればっていうこともよく言われますので、まあ、ここにいらっしゃる方はね、結構そういうのもしかしてやってる方も、まあ、いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ネット動画も配信されてるということですし、まあ、そういうふうなことを、まあ、やる人がまあ、確かに増えればいいなというふうには、まあ、思ってて、でそれで、まあ、一応ですね野口種苗野口さんと、岡本さんっていう、まあ、今ね、そういう遺伝子組み換えとかですね、そういうのの危険性を訴えてる、まあ、自然農法の人で、まあ、環境活動家みたいな感じの、まあ、方の2人の、定談本みたいになってて、まあ、紹介するっていうような形で、進めてる本になってるんですけど、まあ、まああいう本が書けたのも、まあ、僕としては良かったなというふうに思ってますし、まあ、そういう人がどんどん増えてくれればなというふうに思ってますけどね、はい、ありがとうございます。そのやっぱり農業が大事だというのも、その先生が宇都宮先生のよく言ってらっしゃる社会毒の話とかそういうところにつながると思うんですけども、やっぱり食品の問題とかですね、添加物とか食べるもんないっすよね
はい、食べるもんないじゃんって言われて逆切れされることはよくあるんですけど、ないんだよつっていつも言ってるんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、要するに歴史をされてきたっていうことですね、はい、だから、まあ、有事っていう言葉にちょっと話を戻せば、結局有事っていうのはもう戦後ですか、はい、1945年の戦後からもうずっとあるということになるし、もっとさらに話を伸ばせばもう明治維新とかそういう時からずっとあると、まあ、さらに話を伸ばせば、戦国時代ぐらいですか、あのいろいろ欧米人って言わないね、ヨーロッパですねが渡ってきた時から、まあ、そういうことは起こっているというようなことを、まあ、真剣に考えなきゃいけないというふうなことがあって、まあ、その中でですね、結局戦後になって、まあ、結局アメリカのですね、まあ、あの作戦というかですね、まあ、戦勝国としての権利みたいなことで、まあ、トルーマン大統領もね、あの偉そうなこと言ってましたけども、まあね、猿を頑張って支配するんだみたいなこと言ってました。でそれで病気にさせて、それでも飼い殺して生きながらさせて、金を貢がせて、ね、それで最後は、ね、殺すみたいなことを自分の回顧録にも言ってたりとかするぐらいですけど、まさにその通りにされてると。だから、まあ、僕に言わせると、僕はよく、ね、辛口で毒舌だと言われてますけど、結局日本人の自業自得だとしか私は思ってません、はい。でその、ね、アメリカ人とかユダヤ人が悪いって、それはそんなことは分かってるんですよ、分かってるんですけれども、結局最後は自分自身が生み出した問題だというふうに思ってますし、それは医療界でも同じだと思ってます、はい。であの医学者とか医者とかね、例えば僕がよくあの最初にやりだしたの精神科医とかね、あと製薬会社とかですけど、そいつらは悪いのはもう分かってるんですよ、はい、もう 100% 全員クズです、そんなもう例外はない。それはそうなんですけれども、結局でもそこに引っかかりに行ってるっていう人たちもまたいるんですね。でそれを利用している家族もいると。だから最後はやっぱり自分たちが生み出している問題なんだなというふうに思うし、で自分たちが変わればもう劇的なまでにおそらく変化する、それがこうつながれば劇的に変化するというふうに思いますので、有事っていうことで考えるんであれば、そういうふうにこうやっぱりそのコミュニティというかですね、その人間関係のその問題って言わないね、なんて言うんでしょうね、人間関係のそのいいところをつないでいって、そうするとそれは回避できるんじゃないかなと。それはまあ夢物語でも何でもないような気は私はしますけど、ならないんで、だから日本はきっと滅びますとかね、あのいつもネットでもね、日本人さっさと死んでくれとかね、そういうこと平気で言いますけど、だって死ぬのもしょうがないじゃんって思うもんね、はい、そういうふうな状況だということをやっぱまず直視することから開始するのが大事なんじゃないかなっていつも思いますけどね。あの宇都宮先生の発信してるものってやっぱり素晴らしいと思うんです。でもその中でね、あの私たちが知りたくても情報を出してくれないメディアがあるわけです。でもその中でもっともっとこうね、英語ができたりドイツ語ができたりすると結構ね、知り得ることが結構あります。でそれをちゃんと日本語を訳してくれてる方もいらっしゃるんですよ。ですから、メディアが出さないんだったら、あえてこう探していくっていうのはすごく大事だと思うんですね。私たちホメオパシーの大家、200年前に生まれたハネマンさんが経験の医学というホメオパシーを作った時に、そこの一番のところに書いているものが、あえて知れって、知は力なりって書いてありました。あえて知ることで、知識というのは力になります。だって知ればですね、何を対策するかはできると思います。知らないからこそ対策しないんだし、まあ吉本を聞いてゲラゲラ笑って一日が終わるというどこで終わっちゃうんでしょうか。でこの平和ボケをずっと60年70年、ずっと前からやっている、平和でありたいという願望は分かりますけども、その平和でありたいならですね、やっぱある程度備えておかなきゃならない部分もあると思います。他力本願ではできません。自助というのはとても大事で、自分を救う、自給自足、自給自足と自衛というのはとても大事になると思いますね。でそんなんで、まあ、日本は奴隷化したところだって、まあ、先生がこう最初からボコンと言いましたけど、奴隷の中にも五分の魂があるから、皆さん本当に健康に幸せに生きたいと思うなら行動を起こしましょうよ。でそういうことを今度の食、心、命っていうのをやっていこうと、コングレスやっていこうと思っています。まあ、ちょっと番宣になりますが、10月の18、19日に東証ホールにて、日本ホメオパシー学協会で、この食、心、命、すべてにホメオパシー、今こそ有事に備えるっていうのをやろうと思っているんですけど、
目の前に来ないと人は備えないというね、これは311を経験した人たちがみんな言ってます。どうか備えてください、どうか水を1ヶ月も置いてください、どうかレトルトで、アミノ酸等とか入ってないやつで、そういうものをこういいものを置いといていただければなんとか食べていきます。そのところでやっぱりこうちょっとねおにぎりなんかも、焼き飯にしようと思って置いといた1週間後のおにぎりが形はそのままあるけど炒めたらみんな油になってしまったっていうね、そういうことを言った方もいましたし、食べるに食べれない、そういう防腐剤がいっぱいあったものをこんなもの自分で食べたのかと、友人の時にはね食べ物ないですから本当にそういうものでも食べなくちゃいけない、だからこそそういう安全なものを備えておくことっていうのは大事かなと思うわけですね。とにかく自分自身を生きたら幸せになれるんじゃないでしょうかね。あなたは何のためにこの世に生まれてきたでしょうかね。変な質問しますけど、だからやっぱりこう自分を生きるために生まれてきたと思うんです。だから自分は何のために何をするんだろうと、そういうことを今一度考えていただきたい。で流されていっても一日です、いろいろ考えてやっても一日です、で行動しても一日です。一日を無駄にしないように、明日はないかもしれませんので、この意思がないと思って一生懸命生きられることが生きた証になるし、で死ぬ時にこんなはずじゃなかったなんて思わなくて、まあいいわ、まあ死ぬ時が来たら死にゃいいというふうな感じになるでしょうか。それは一生懸命生きた人が言える言葉だなと思うんですけど、はい。いや今ねヨーロッパとかの話がちょっとね出たんですけど、僕もね著書ここにこれにもこれありますけどね、ここにも書いてあるんですけど、僕はヨーロッパもアメリカも韓国も中国も日本も全部嫌いだって書いてあるんですね。で僕が書いてるんですけれども、そのでもね、よくねこう例えば添加物の話とか農薬の話とかすると、実は結局ヨーロッパとかの方が全然進んでるんですね。はい。で、なんていうんですかね、僕が言いたかったのは、その確かにね日本戦争に負けて、でそれでその統一とね統一っていうかなんていうんですか、その支配したのはそういう人たちだというふうな話はそれはあると思うし、それはそれで私はですねもう反対してもいいと思うんですけど、実際見習うところもあるとは思うんですね。はい。であともう一つ重要なことは、結局地球全体で考えたら、ね、日本人だけ良くて他がダメとか、こいつがでよくてこいつがダメとか、でそんなこと言ってても何の問題の解決にもなりませんから、ドイツらが悪いか、だからその人種とかそういうことではなくて、そのね何ですか、上の方でね大金持ちたちって言い方でそれ一言で言えばそれでもいいのかもしれませんけど、そいつら自身の方が問題なんですね。で逆に言うとそれは日本人でも問題の人が山ほどいる。で韓国人でも山ほど、ね、問題な人が山ほどいて、中国人も問題な人が上には山ほどいて、で実際に韓国人とか中国人とか会ってみれば分かりますけど、結構親日の人とか多いですよね。だからそういうことも全体で含めて考えないと、でアメリカ人だって同じ人いるし、で人間って私そういうふうな、なんていうのかな、その人種とかそういうふうなことで決まるっていうふうには私は全然、何とも思ってないっていうのがありますので、まあ、そうだからその観点がないと私多分ホメオパシー応援しないと思うんですね。僕は今ずっとですね、ユイさんにお会いして何年か前にお会いしてから、ホメオパシーはぜひねもっとね頑張って広まってほしいと思ってやってますけど、日本人だけ応援するんだったらホメオパシーを応援する理由はないと思います。はい。でもですねそうじゃなくて、まあ、実際にですねその治療効果としての結果、まあ、僕ら全部ね治療家だから 100% ってことないかもしれませんけど、少なくとも西洋医学のクソ医療よりは、ね、よっぽど効果は出てると思うんですね。はい。それで考えればいろんな方法あって、いろんなこと人がいろんな、ね、方法で好きなようにというかね自分で選択してやってもらえば私はいいと思いますし、そこにね何かしら意味見出せば、その、ね、例えばホメオパシーのレメディだけじゃなくて食べることとかっていうことに注目してやってるわけですから、そうすると実は全部同じところにつながっていくと思うんですよね。はい。だからその外国のものだからっていうふうなことでその否定するっていう考え方は私の中にはないし、ドイツの、今のね都市開発とか都市計画って結構江戸を模倣してるっていう風なことで、まあ、向こうの人はよく言うらしいです。これは池田誠二さんに私は教えてもらいましたけれども、だから今の日本はなんか
ね、その外国に日本のことも、ね、盗まれてっていう言い方は悪いですけど、まあ、そういう状況 で自分たちはその自分たちの良さっていうのを顧みないまま周りの、ね、あの国とか周りのものにだけ嫉妬してる、それで問題解決するのかなっていうふうに私は思いますので、本来古い日本人の発想とか、ね、古き日本人の発想でいうと全て と共存共栄っていう考え方がある、と私は思ってます。はい、微生物と共存共栄していくっていう考え方も同じだというふうに私は思っているので、そういう考え方がこれ日本人だけしかむしろ持てないんじゃないかなと私は個人的に思ってるんですね。はい、だからそういうふうなことで一昔前日本人って結構こう評価されて尊敬されてたところがあると思うんですけど、今その尊敬すべき日本人っていう一つの像がなんか失われてるんじゃないかなと、そういう人が増えてもらうと、私はそういうキャラじゃないので、あの絶対そんな尊敬とか全くいらないんですけどね、はい、全くいらないんですけど、そういう人が増えればいいかなっていうふうに思いながら見てるところはありますね。はい、確かにあの憎しみを煽る教育っていうのは憎しみしか生まれないわけですよ。その憎しみを煽る教育によってすごい凄まじい殺人が起こるわけです。こいつらに慈悲心はやらなくていいってことになってしまうでしょう。コンクリートを、女学生が埋め込まれてで海岸に捨てられたって事件昔ありましたよね。あれほどのこうすごいですね、レイプしてそれで膣の中にね、リポビタン D でしたかね、何2本ぐらい入れられて、でも顔も腫れ上がって顔も見えないぐらい叩きのめされて、でコンクリートに埋めて捨てたと、海に捨てたと。これほどの憎しみを誰が持てるんだろうかと思うわけです。人間の中には必ず慈悲心がありますのでね。ですから国を挙げて例えば日本人に対して反日運動したり、日本人に対してすごく憎しみの、教育をすることによってやっぱり戦争の準備をしているってことが多少それは分かると思いますよ。でその時に私たちはじゃあ相手の国を対して同じ憎しみで思っちゃえば同じようになっちゃうわけですよ。ですから私たちは和をもって尊しという日本古来の素晴らしさがあるわけですから、その和をもって尊ぶということをやっていかなきゃいけない中で、ただし降ってくる火の粉は払わないとあなた焼けて焼け死んじゃいますよ。だから払うことという防衛はある程度必要だと私は思っているわけですね。だから憲法第9条で防衛をしてはならないとは書いてないんですね。防衛までするなって言うんだったら何もしないで結果的に、奴隷になったり結果的に、属国になったりすること、やっぱりある程度降ってくる火の粉を払うっていうのは必要じゃないかと、ちょっと先生とは意見が違うんですけども、そういうふうに思うわけです。だから私たちは決して、隣の国やいろんなところの国を憎しみを煽るようなことを子どもにはやっぱり言えないと思うし、その教育はしてはならないと思います。でそれやるといつまでたってもブッダが言いましたけど憎しみには憎しみじゃ来ないわけですから、そこら辺でですね、一人一人の素晴らしいところを持っているわけです。ですからそこを触発できない心の曇りを払っていけばいいんじゃないかと思うわけです。私も結構ですね、2チャンネルであいつっていうのはカルトでな、あいつは人殺してな、あいつはろくでもない人間だなっていろいろ書かれてますよ。言うとなかったらすごくいいっていうのとすごく悪いの賛否両論でこんだけ違う、どういう見方すればあんだけ極になるのかなと思うぐらいの書かれ方はしてますけどもね。その中で本当に実際ですね、私がホメオパシーを18年前にここ日本に持ってきた時に日本人は難病の一途でしたよ、はっきり申し上げますけど。その難病の中で私これどうしようかなと思うぐらいの奇形とかいっぱいありましたし、本当に思いましたから、菊ちゃんなんかいろんなのこう出してあげたらいいと思うんだけど、ホメオパシーっていうのは天文学に帰属してるから非常に怪しく見えて、宇都宮先生たちが本当にね、こう助けてくれないととてもじゃないけどホメオパシーなんか日本に広がらなかったと思います。だけども感情にもよく効き、心にも効き、体にも効く、三位一体で見るところがホメオパシーの素晴らしいところだと思います。じゃあちょっとですね、DVD を見てみましょう。ダウン症と白血病のケースでしたけども、ちょっと寛解してたのにかかわらずまた白血病が現れたケースです。では見ましょう。どうぞ電気消した方が見やすいかもしれない。ですからちょっと心配だったので貧血かと思って血液検査をお願いしたんです、うん、そしたらもう数値が
ものすごい低かったので、急遽も入院という形になりました。その時処置はどうしたの？その時も化学療法です。抗がん剤です。その後同じ量の、抗がん剤が4回続きました。全部で5回です、うん、もう予後5年が経ったので先生からもう大丈夫だろうって言われた矢先だったんですけど、うんうん、血液検査をしてもらったら、うん、はい、もうやっぱり血小板が1万いくつだ、1万8000だったかな。でここでもまだゴクールやったの？はい、ゴクール。ただ今回は再発ということになったので、うん、量がすごく多くなりました。キロサイドの量が2回目以降はキロサイドが10倍になりました。えらいな、この子の治療はここまでやられても頑張ってんだダウン症の子では5年経っての再発の子は初めてなので、うん、もうこれだけの抗がん剤を入れた例はないって言われています。私が出したのは膿を取るためにヘパソーファといってカルシウムを焼いたやつがあります。カルシウムを焼いたやつは体の膿、特に血中の膿が取れていきます。白血病の方々はこの膿が取れないとなかなかうまくいきません。それでがんですからがん細胞を希釈浸透したリメディです。ヘパソーファも 30C ですから10の60錠、銀河系涙の一滴の薄さ何も入ってない、ここに 1分子もない状態です。でカシノシンでがん細胞を希釈浸透したもの、それ今見えませんけどヒ 素使うんだあいつらはって言うかもしれませんけど、これ 30C ですから、10の60錠なんですよ。でこれを朝昼晩とやって、それでこの子に 大切な心臓をサポートし、抗がん剤を原因となったものを希釈浸透して与えるわけです。これが同種療法なんですね。そしてアルミ、その中のアルミナと水銀、こういうものがまた白血病を作る、まあ、予防接種の中に入ってますけども、だからこそこういうのを出して、さてどうなったかな。白血と血小板の数値、はい、そういう数値が全部こうあれになって、はい、あとほらタンパクだけだねって言おったじゃない。タンパクも上がりました。上がったんね、はい、それこの間行ってきたの？はい、行ってきました。前回来た後の1週間後ぐらいに行った時に、うん、もうタンパク上がってたんですけど、正常値になってたの、はい、それで今回2日前に、はい、はい、行きまして、うん、今回も大丈夫でした。全部大丈夫だね、はいはい、やったー。L っていう低いっていう風に今まで結構たくさん数値があったんですけど、それが全部消えました。やったー、お母さん、はいはい、ね、身長が伸びたんですよ。はい、そうなんです。伸びましたよね、はい、伸びました。大きくなった、はい、で横もしっかりこうしてきて、体も、はい、抗がん剤の一つの副作用の中で、うん、やっぱり身長が伸びないっていうのがあるって言われてたんですけど、少しずつ伸びてきたのでちょっとホッとしてます。大量にね、はい、もう入れられない、入れることはできないほど入れたじゃないの、はいはい、何かからずこうやってやってるっていうのはさ、うん、はい、いいわ。もうこの子やっぱり軸の注力高いと思うけどね。そうですか、はい、ここにはさ、はい、あ、そっちにもあるってね、うん、あそこ入れとってね、よう喋る人前でもこうやって話してるようになってきたので、ね、本当に素晴らしいわ、はい、私にも仕事喋るようになったしさ、はい、言ってよ、うん、ちゃんと言わなくて、なんか先生のことが好きだっていうの私に言うだから自分で言わなきゃこうやってこっちがさ、はい、親身になったことは、うん、この子はすぐ分かるね、はい、そういうところはいいところだよね、はい、それは本当に思います。お母さんが辛い時もすぐ分かるみたいでね、はい、でお母さん幸せじゃなきゃいけないな。じゃあこれあるよ、はい、タッチやれよ、タッチじゃあ握手でいいや、またね、ありがとう。6ヶ月後でしたけども、本当に、みんな数値が良くなっていきました。だから白血病だと言ってね、嘆くことなかれ、ぜひホメオパスに、お近くのホメオパスにかかってみてください。ホメオパスはいいリメディを持ってます。同種療法っていうのはこのように原因となったものを希釈浸透して与えることによって良くなっていきます。あとですね、まあ、パパッとですね、皮膚の、まあ、血だらけになるような皮膚っていうのはだいたい水銀の害が多いんですけども、ああ見えないね、ちょっと電気消してもらってもいいでしょうかね、こういうふうな子どもたちが、リメディを取ってどんどん良くなっていくっていうね、
こういう状態、今もうアトピーで治らない人たちもいっぱいいると思いますけども、その中でですね、自然にホメオパシーをやっていくとどん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 良くなっていくっていうのを、次の絵見せてください。この子もこういう風な形ですけど、はい、でどんどんこういう形になって、はい、はい、こうやって治ってきましたね。ですから治癒力ってのはあるんですよ。ホメオパシーのリメディが治すことはないです。リメディの刺激を受けて自己治癒力は動くんです。皆さん治癒力を持ってますから、それを使わない手はないと思います。希釈浸透してるから全然、効かないじゃないかと皆さん思うかもしれませんけど、野菜もこうやって、非常にね、リメディ使ったものは腐らない野菜も多く、これは豊家と大型店のものとの比較をしまして、こんなにして10日経っても豊家はさありますけど、こっちは腐って腐敗しました。次にですね、リメディをやりますとこういう風な、あ、次の、トマトがミニトマトが大トマトになっていきます。鮮度返しますから、それからチューリップの球根が、また、リメディが入ってるアクティブプラントをかけるとでっかくな玉ねぎみたいになっちゃった。それからキャベツもこうやってリメディやるとリメディなしで全然違うっていうのを、このように植物で実験しています。だからプレシーボだよって言うかもしれないけど、大根に君に聞くからね、大根分かった聞くよってプレシーボで言ったって、そんなの大根聞く耳持たないから、だからね、どんどんよくなこうやってリメディ使ってですね、健康になっていっていただきたい。でホームキットを持っててくださいよ。何かあった時に共通知事に滑った、はい、ここにライコポディアもあります。失恋さ、はい、ここにイグネシアあります。火事が怖い、はい、ヘパソファがあります。みんなあるんよ、感情にも心にも、それからまあどっちか魂なんて言うと先生はまた嫌がるでしょうけど、体にもみんないいのがあってですね、私があのホームキットをこれこんなちっこくしたの理由はですね、3・11の時にうちのホームキットは弁当箱ぐらい大きかった。そして電話は来るけどこのキットを持ってない、だからリメディの指示しても持ってないので、だからこれだったらポケットにポッと入れられてね、軽く持っていけるでしょ。常に持っててもらいたい。これと種のキットを持ってれば、まあ、なんとか生き残っていくのかなと思いますので、ぜひですね、サバイブでやってみていただきたいと思います。ありがとうございます。今あの症例の中にもあの水銀の害をあの除去したら良くなったというのはありましたけれども、やっぱりその水銀というのはそのワクチンの問題とも絡むのではないかというふうに言われておりますけれども、宇都宮先生もやはりそのやはりワクチンの問題については。そうですね、はい、いつも言ってますけど、ワクチンだから、まあ、一言で言うと全てのワクチンは一切効果がないって言って、はい、それしか言いません私、はい、で全てのワクチンは一切効果がないだけじゃなくて、全てのワクチンは全て有害なので、だから効果がないだけならまだマシです、じゃなくて有害なんですね。必ず全て悪くするっていう点で共通してる、効きゃしないし悪くする、で必ず他の病気を作るという点で、まあ、共通してるってことですね、まあ、これはもう子宮頸がんワクチンとかそういうのには限りません。インフルエンザのワクチンももちろんそうだけども、そうじゃなくて例えば、DTP の3種の混合のワクチンであれ、 MM ワクチンであれ、ポリオのワクチンであれ、 B 型ワガインのワクチンであれ、プレビナーとかそういう肺炎の、ね、ワクチンであれ、 HIV のワクチンであれ、もう全て同じです。もう例外はありません、はい、それはもう歴史から追わなきゃ分かりませんけど、そうじゃなくても物質的に見てもとてもじゃないけどこんなもん打ちたくねえよっていうふうにしか思わないものなので、まあ、だから私はもう本当にワクチン全否定っていう 120% 全否定ってことで、まあ、あの全国ね回ってやってますけど、まあ、そういうのをね、まあ、やっぱりこれもヨーロッパのが進んでるんですね。向こうはワクチンに対してはかなりこう危険じゃないかということで認識する人が増えていると、はい、アメリカもまあそういうところが部分的にはありますけれども、まあ、日本はですね今かなり逆方向に進んでて、まあ、教師とか保健師とかがもう打て打てみたいな、最近なんてひどいのは、ね、修学旅行に行くためにはワクチン打たないと行かせてくれないとか、もうお前憲法違反じゃんとか思いますけど、ね、そういうことを平気でやったりとか本当にしてるしね。あの幼稚園保育園もワクチン打たないと入らないし、でそれでワクチン打たないとばい菌扱いみたいな感じに、ね、なりますけど、だいたいあなたワクチン打ってるんだ、子供ワクチン打ってるんだったらかかんないじゃんとか思うけど、でそういうふうなことをやってると。その子供かわいそうですけどね、ある意味その毒親に入れられちゃってるからかわいそうはかわいそうですけど、実際にも本当に全く効果がないっていうふうなことから、まあ、考え直してもらえばいいかなと思いますし、ちょっとあの追加で言うと、なんか去年ほら面白いね、そのコングレスで
面白い症例報告をね、症例報告というかあの統計研究を見せてもらいましたけど、あの感染症のウイルス感染の予防にレメディ使うと20何パーセントぐらいでしたっけ、ね、確か上がると、まあ治癒率じゃない、なんだっけ、あのかからなくなるっていうデータをキューバの先生でしたっけ、有名な先生が出してま、はい、それぐらいのもので出してましたけど、まあ、これはまあ面白いなと思いながら私はね見てたんですけど、まあ、まさにね、あの、まあ、波動医学っていう言い方するとまたオカルトだと言われますが、まあ、量子物理学とかね、まあ、そういうものにまあ関係した、まあ、そういう風なエネルギーなのかなっていう風に私はもうそのままその時見てて、思いましたけどね、まあ、そうじゃないとやっぱこういうの今言、ね、あの画像に出したものとかも全部説明できないんですよね、はい、だからまあ今そういうことでやっぱりドイツとか、あとロシア、私のところはロシアの医学を入れてるんですけど、他にもだからインド、キューバ、イギリス、まあ、そういうところはやっぱりそういう量子物理学っていう観点から見るような、まあ、医学とか人体科学へのこう今研究っていうのが、まあ、非常に進んできてる、まあ、日本は完全に出遅れてるを通り越してますね、はい、それぐらいになってるっていうことはやっぱり知っておいた方がいいし、で日本人でこうね結構医療だから今のね西洋医学をねあの私たち否定すると、だってそんなこと言ったって最先端の医学はどうたらとか言うんですよいやおかしくないみたいな最先端の医学向こうの方はもっとそんなんもう通り越して抗がん剤とかバカだと思ってやってますよっつっていうことについてはなんかね注目できないと、まあ、それもメディアの操作だって言われればそれまでかもしれないけど、そういうところもちょっともうちょっと日本人考え直した方がいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、18年前に日本に来て予防接種のことを私はヨーロッパで学び、でヨーロッパの方々とホメオパス同士で話もし、こんなにいけないんだと、自閉症を起こしているのは、やっぱり DPT だとかね MMR だとかそうだと思ってですね、講演をしました。そしてここに100名ぐらい来てたのに半分以上が立ってなんかすごい舌打ちしながら出ていかれた時に、これが日本の現実かと思いましてね、あの時に宇都宮先生横にいてくれたらどんなに楽だったでしょうかそれから以降ユートラコというのはとんでもトラコになっていきました。私は予防接種をですね、2児の母なんですよ、これで私あの子供いるんですよこの顔しててもでこの2児の母でね、これ打たないっていうのはイギリスではそれなりにできたんですが、日本に戻ってくると打たないってなるともう必死の覚悟でやらなきゃいけないし、うちの子らも引っ越しを、まあ、学校を転校しなきゃいけないぐらい大変だったんですよ。ほんでもう風邪ひいて咳出てるからといって学校へ送り込むと、あのお宅の娘さんが全員にインフルエンザを移したっていうわけですよ。で私はそんな咳ぐらいで、うちの娘の咳ぐらいでかかるような自己注力じゃダメですね皆さんって、だからどんどんばい菌を吐いてもらってかかったらいいんですよって言うと、あなた頭おかしいんじゃないですかって言われて、早く取り来てください娘さんをとかね、飛び火にかかるとなんかいっぱい紙貼られちゃって、なんかね耳なし放置ありまして、な難民保留業で書かれて帰ってきてるわけで紙だらけになって、なんでお前帰ってきたのって、いやこの血だらけ の飛び火はダメだって言われたからって言って、そんなにこう体からいらないものを出してる時にですね学校来ちゃいけないっていうのはおかしなことやなって思うわけです。で日本帰ってきてすごく思ったことは、皆さんがやっぱり自己注力をあまり使ってない、昔よりは琵琶球とかこんにゃくシップだとかいろいろほら乳製品になったらキャベツをパッと切ってパカッとこうねキャベツで冷やしたりもしてたし、なんかいろいろなこう民間療法を使ってましたでしょ。ホメオパシーも民間療法の一つなわけですから、ヨーロッパの方々は賢くてこういうキット、ホームキットを使うのはまず風邪ひいた、下痢した、ショック、そういう時には全く希釈浸透しているので害がないホメオパシーをまず使ってみるんですよ、まあ、それでもダメなら先生とこ行くのは、ね、いいと思うんですけど、最初の選択が薬や最初の選択が病院ではない手術ではないということ、最初の選択は民間療法でやってみましょう。それでできなかったら行けばいいじゃないですか、ダメなんだから。その時の薬はそのためにあるのかな。で緊急病棟は絶対必要ですしね、お医者さん方のあの緊急病棟なかったら私たち本当に血だらけになったのに、ホメオパシーリメディ入れて血液引っ込めても引っ込めませんよ、手術してくださいよってなりますもんね。だから緊急病棟ありがたいです。で検査もありがたい、ただ検査すればするほど
うすればするほど1ミクロンでもこうがんがありますって、私も毎日のようにがん作って毎日のようにがんを殺してっていうのを体がやってるから、その時たまたまねちょっとこう心も沈んでて体も疲れててがんの数が多かった、ゆいさんがんですガーンってなっちゃって、だからそうやって調べれば調べるほどがんが出てくるので、そこも本当にこう体の調子が悪くない限りやっぱり行かない方がいいんじゃないでしょうかね、先生そうでしょうか。その通りでございまして、いやもう分かってるのにそんな不良されても困っちゃうなみたいな感じなんですけど、まあね、いろんな検査に本当にその、ね、病気のリスクが非常にこう含まれていて、まあ、放射線の検査なんて、ね、まさにその通りなんですけど、 MRI でもそうですし、他の、ね、まあ、例えば検診とか人間ドックとか、検診とか人間ドックなんてやってるの日本人だけですからね、はい、そこから考え直さなきゃいけないということがありますので、今のその医療界っていうのはもう病気を作って、でそれで出来高っていうんですか、こうか患者数を増やすと儲かるようになっているか、治ると儲かるっていうんですかね、結果を出すと一応報酬がもらえるみたいな、まあ、そういう形じゃないわけですね。だから治さない方がいいと、でいろいろ探しては作った方がいいという構図になってるっていうことはちゃんと考えなきゃいけないと思うので、まあ、救急以外私はいらないというふうなことで、まあ、基本的には思ってますし、まあ、その辺はなんだっけこの本にちょうど書いてるっていう風な内容ではありますけど、まあ、ただ救急でもね、なんか変なことやられてね、まあ、死んじゃう時もあるのはあるので、まあ、その救急の処置自体にもね最近問題だなと思うケースなんか、まあ、裁判とか見てるとね、まあ、よくあるのは、まあ、一応あるのはあるんですけれどもね、はい、でもまあ、さっき民間療法の話されてましたけども、向こうのね例えばヨーロッパとかアメリカとか他のカナダとかでもそうですけれども、まあ、今言われた通りで、で日本人って世界で一番、僕のデータがね知ってるデータが正しければ、世界で一番有病率が高いんですね。要するに病気の人が一番高いんですよ、はい、で欧米と比べてもだから3倍ぐらいが違います。で奇形の発症率は世界第2位だったかな、はい、それぐらいなんです。日本って常にいつも病気が多い、でそれはもう毒バラだらけだっていうことがありますけど、でも日本が世界一毒だらけになるように、仕向けられたというところまで考えなきゃいけないので、まあ、最初の話に戻るけど今は昔から有事なんだというふうな話に、まあ、なるんだと思うんですね。でそういう時にね、まあ、そのね、まあ、私はプラセボだと全く思ってませんし、プラセボじゃないってデータがたくさんあるので、まあ、ホメオパシーはねプラセボではないってことになるんですけれども、まあ、逆説的にはプラセボでもいいじゃんって、それで治っちゃえばそれで十分なんだからっていう風に、そしたら危険なねアホな薬使わなくてもいいんだからと、だからそういう風なことで、まあ、部分的にね、まあ、いい知恵を使ってるっていうのが今の欧米人だという言い方もできますね、はい、それはそれで何でも否定とかっていうことじゃなくて、まあ何ていうんですか、こう見直すじゃなくてちょっと参考になるところは、まあ、うまく活用しても私はいいと思いますし、まあ、その中で日本人のいいところっていうのは、もっぺんね戻してもらって活用してもらえばいいかなというふうに、まあ、思ってる、まあ、次第なので、とりあえずあんまりというかかなり安易に、病院には行かない方が私はいいというふうにいつも思ってるのは思ってますね、はい、とりあえずもう精神科は死んでも行かない方がいいです、はい、死んだ方がマシだと思います、はい、それぐらい行かない方がいいと思いますね、はい、あの心がやっぱり病むっていうのは一日のうちに何回かありますよ。すごい元気になったり、またこう気分が落ち込んだり、また元気になったり、だからこれは生きてる証拠だと思うんですよ。感情が乱れるだとか感情が出るとか、この当たり前で生きてるからそうなんですね。ですからちょっとね落ち込んじゃったのよって言おうもんならね、なんかあなた一回病院に行ったらいいんじゃないのって日本人の方はなんか親切にも言ってくれるんですけど、いやいやいや、もう朝日新聞に叩かれてね、もう苦しくてね、心がねもう萎えて落ち込んでるのよって、私は たまたま友達に相談にして言ったのに、トラちゃんそれおかしい、もう何日も何日も朝日新聞のことばかり考えてる、なんかあなたおかしいよって、ね、だってあんだけ叩きのめされてですね、6ヶ月にわたって朝日新聞にホメオパシーは、ろくでもないって書かれて、それからその医療ネグロとしたと書かれてですね、それ悩む方が当たり前でしょ。だけどトラちゃんおかしい、病院行った方がいいなんて言われちゃって、やっぱりこれが日本なんだなって思いましたね。でそこからね立ち上がっていったのは何かというと、私の恐怖心を乗り越えた時に立ち上がれたんですよ。あ朝日新聞によって潰されるっていうその恐怖心が
スポンと消えた時がありました。それは自分が今まで20年間以上やってきた自分の職業、ホメオパスという職業、これに間違いないんだってということをもう一回自負できるようになった時に、ああ自分がやれることを一生懸命やればいいんだと。その中で、まあ、ホメオパシのことが嫌なもんですから、何なら自己治療を触発して自ら健康になっちゃうと儲からないとこもありますよね。だから儲からないといけないとこもあるから、うちらがいると邪魔なんだなって思って、自分の恐怖を乗り越えたらね、すごい楽になっちゃったのよ。だからもう何やっても全然平気よって、まあ、この度ね、富士山系さんがホメオパシを出してくれてありがたいって思ってたら、また外からあれこれあれこれあれこれ言ってきまして、今もう68ページに及ぶ私らの研究結果といろいろ出しました。そこに、これが信憑性があるのかとかなんだかんだ言うわけですよ。これあるかはないか、あんたたちに言う必要はここにあるのと思いながらも、まあ、こういうの読んでみてくださいって言って、それでお宅も5日間くれましたので、こちらも5日間あげましょうと、うちには5日間後に、このすべてのところに問題に対するすべてのところ、向こうが問題と思っているところですよ、すべてに答えなさいってこう来てるわけですから、はい分かりましたって65ページ作って出しまして、ところでじゃあ私たちも質問しますと、なぜお宅はここを問題にしたんでしょうか、で一つ一つ質問をして、それでそれもお宅はうちに5日間くれたので、私たちも5日間でご返事くださいと出しましたね。だから報道とか、報道には報道、新聞には新聞、テレビにはテレビで、今こうやってテレビね、いろんなテレビ出していただいている女の子さん、ありがとうございます。こうやって出すことによってですね、恐れることは何もないのですよ。あなたのできるベストを尽くしていったらいいんだ。で自分ができるベストを尽くしたときに、それは人に対して害になってないかどうかっていうことはすごく大事だし、自分自身がやっぱりこういろんなこう、イナチャルドと言いますけども、いろんな心の背景があるじゃないですか、人を恨んだり憎んだり羨ましがったり自分を卑下したり、こういうのを乗り越えていくことがすごく大事かなと思います。日本人の罪悪感っていうのはものすごかったです。だからがんがかかりやすかっただろうし、でどこまでそうやって罪悪感になるんだろうと、ああ雨が降ったの私がいるからですねなんて言う人もいましたし、なんだか全然関係ないのにね。だからそういう心もですね、やっぱりこう乗り越えていかなきゃいけない部分もいっぱいあるかなと思います。それで自分らしく生きていっていただきたい。でいろんな方が内海先生とかにおいでになるけど、結局こう自分の感情がフラットになっちゃって、本当にこう酸いも甘いも苦しいも悲しいも分かんないような、そういう感じになってる人結構多いんじゃないですかね。まさにそうで、まあ、そういう人たちは心療内科とか精神科とか言ってる人が多いんでしょうけど、まあ、結局精神薬っていうのはその麻薬とかと同じですから、なんですか、感じさせなくさる、麻痺させるためのそういう物質だということになりますの でそれで麻痺してこうトローンとして、で何も感じられなくなって何も動けなくなって、まあ、喜怒哀楽も出なくなると、まあ、治療完了みたいな、まあ、そういうのが基本的なコンセプトですよね。そこにいて治るとか良くなるとかね、まあ、そんなようなことは当然ありえない。でどちらかというと周りの人がその都合がいいんですね。例えば親がいて、例えば暴力振るわれたと、子供にね暴力振るわれたとすると、また親が、ね、精神科に連れて行って、でそれで薬漬けにするわけですけどまあその時にね、親に暴力振る理由があるんですね、当然。はい、で親にしか、大体そういう場合も親にしか暴力振るわないことが多いぐらいなんですが、まあ、それでもね、まあ、病気にされてしまうと、まあ、先に手出したか悪いって言われればそれまでかもしれないけど、だったら私は警察に捕まって薬漬けにはしない方がよっぽど、ね、解決すると思うんですが、まあ、そういうふうなことになってる。だからそういう、なんていうんですかね、その問題に対して全然こう何の解決にも実際になってないし、まあ、非人間的ですよね。はい、だから私はね、結構ね、患者さんとかも結構もう本当に転々として回った後に来るっていう人も結構多いので、まあ、そういう人とか、まあ、ドロドロの薬漬けになってるんですけど、まあ、それ薬外していく過程でね、でも親殴れとか言うんですよね。はい、診察して親殴れとかって言ってる人は多分いないと思うんですけど、ね、そうするとまあ結構殴らなかったりとかするんですが、まあ、そういう考えが基本的に母体にあると。でそれのはまあトラウマとかインナーチャイルドとかっていう風に呼ばれる感情に非常に近いところがあって、まあ、そういうのがやっぱり、ね、一つの原因で、まあ問題を起こしてるっていうのは、まあ、これは人間ではよく観察されることなので、まあ、そういうのにも
まあ、一応アプローチしなきゃいけないし、で、まあ、まあ違う考え方で言うとマドラーとかちょっとね、私も心理学あんま好きじゃないんだけど、その彼の考え方、まあ、一理あるなと思うんですが、その自分の今の心理はこう目、その目的は よくても悪くてもすべてそれは先の目的に対して、行っている、考えているって、そういう考え方もあります。これも私部分的には分かるのは分かるんですけど、これは抜け出していかない人たちをとかを見ると分かる。はい、結構精神薬を抜いてみたはいいけど、それ精神薬抜く前でもいいですけど、実際にはそこの精神科の、その精神科というか精神病っていうんですか、そういうのの枠の中に閉じこもってたいわざと、うん、っていう人かなりたくさんいますよね。これは目的的にそういう精神を構築してる。だからそういうことの、なんですかね、その治療ということで、私が治療をするっていうほどじゃないんですけど、そういう人たちがもし変わるとすると、その、ね、でかい目標とか目的とかを与える、もしくはその人たちがそれに気づくとか考えるっていうことしか、まあ、実際にはないのかなというふうに思ってて、だからまあそのアイデンティティというかポリシーというかね、まあ、そういうのの確立っていうのがないと結局薬もやめれないし、その人は良くならないというようなことは非常に強く感じるので、まあ、そういうアプローチでやってくれれば、それはカウンセラーでもね、あの精神科医でもそれは認めうると思うんですけど、絶対やりませんからね、はい、だからまあ 100% いくなというふうな話にまあなっちゃうのかなというふうに思ってる。はい、だからあの地方なんかだとね、私もホメオパスの人にあの冊子をもらっているの で遠いところとかだとね、うちにも来れないしっていう、1回だけ相談に来られたら、じゃあこの辺にあのホメオパスの人がいるから行ってみればみたいな、でダメだったらさっさとやめてくださいって言っていつも言ってるんですけども、まあ、とりあえず今まで1回文句言われたことはないので、はい、皆さんも私から振られたら鬱陶しいと思いながらもちゃんと受けてください。はい。この間も内海先生から、紹介にあられた、子どもの奇形のケースが、何件か私のところにおいでになられて、確かにあの奇形ですからね、生まれた時からもうそうやってこう心臓に穴が開いてるとかいろいろ難しいのありますけど、今まで私あの心臓の中隔欠損とかこういうその肺動脈が 逆流するとかそういうケースは随分やってきましたけど、なんか不思議なことにね、自動的にこうね、まあ、もちろんリメディを取ってですけど、ホメオパシーのリメディを取ってやっぱ自動的にこうでね塞がっていくケースの方が 90% でした。であとの 10% はどうしても穴があの閉まらなかった。ですからね、この子の自己注力に希望を持たれて、だって心臓も成長してる時だから、身長も成長してるし、その時にひょっとしたらですね、そこの穴を塞いでくれるかもしれないので、まあ、結構難しいケースでありましたけども、まあ、皆さん希望を持たれてやってらっしゃるのでよかったなと思ってるんですけど、まあ、また感情に戻りますけど、本当にこう怒れるって素晴らしいですよね。人を恨めるって素晴らしいですよね。やっぱり感情がないとゾンビだなと思うんですよ。生きる屍だと思うんですよ。どうしてもね、その感情を嫌がるんですよね。静かにしてもらいたいだとか、隣近所だとかね、なんだかんとか言うんですよ。もうね、この子がこの感情を出せることが非常にありがたいですね。うん。で、まあ、あの自閉症の子を見てると、親がやっぱり話しかけてもどこ吹く風なんですよ、わからないんですよ。で、何遍これを食べてはいけないって言っても冷蔵庫の全部食べてしまうし、でそういう状態でこの子がだんだん言ったことを聞くようになったり、笑えるようになったり、話しかけるようになった時にもお母さんもう号泣ですよ。どれだけこの子を抱えてですね、もう私はこの子を墓場に一緒に持っていくんだと、自分が死ぬ時にはそうしないと誰もこの子を育ててくれないって、そういう方々をいっぱい見てきました私。でその中でこの子が怒ろうがわめこうがこの感情出てくるのはくれるのはありがたいっていうのは多くのお母さんそう言ってました。だから本当にね、ホメオパシーを使ってどん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 楽になっていただきたいし、で自然のものを食べてももらいたいし、なんかなんていうかな、私たちがやってることっていうのはベースは母ちゃんの心なんですよ。で母ちゃんの心でやるので、それは母性っていうものなんだけど、ですから宇都宮先生のように鼻から目に抜ける、あ違う、目から鼻抜けるのやったかな、そういう喋り方は私にはできるのやけども、ただね、人一倍愛情あるかなって思うわけです。私も母親に愛されてなくて育ったけど、自分を愛するようになるまでねえらい時間かかった。でも自分を愛せるようになったら人もすごく愛せるようになった。やっぱりみんなね、
愛されたくて泣いてるんだよ、鬱になってる人もね、上司に怒られたりいろんな人に愛されなくて泣いてるのよね、みんな愛されたいから。だけど考えてみれば、さて自分は自分を愛しただろうかってね、自分にやって厳しいよね、これもできなかった、あれもできない、自分はダメだ、クズだって責めることはするけど、自分の素晴らしさを言ってあげないでしょね。あの雨の日にさ、隣にね、私歩道橋をこう待ってたらね、この子も隣に待ってね、ゼブラ行進を待ってたらね、雨ズブズブになってたよ。その時にね、私何気にね、傘がね、その女の子に傾いてるの、私って優しいなって思った事件でしたよ。そう、ね、自画自賛ですね。そうです、そうです。それでまたね、馬車をね、持ってたおばちゃんがいたから、子供抱いてるから、おばちゃん私持っていくからって言って上に持っていた。私ってすごい優しいじゃんね。こうやってどん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 自分の優しさをね、褒めてあげるのよ。でもそう言いながらさ、有塚にお湯をかけたこともあったっけなと思いましたけども、はい、どうぞ。この今のタイミングの微妙なつなぎですか。いや、僕はね、なんだろうな、結構よく聞かれる話として、なんでそんな医者になったんですかとか、あとなんで今のようなことをやるようになったんですかとかってよく聞かれるんですね。結構自分でもなんか悪名だけ轟くようになっちゃったので、で、その時によく答えるんですけどね、私は本当に治療したくないんですよ、はい。でそうするとみんなね、違うっていうか、なんていうの、っていうふうに言われるんですけど、全く治療したくかけらもない。で私医学部にも入りたくなかった人間なんですね。実は考古学志望だったので文系志望だったんですけど、まあ食えないからって親に言われて、まあしょうがなくというか、受験のあれだけで医者になったという、もう要するにですね、患者も家族も、ね、食い物のただの金の貢ぎる金のだぬきだとしか思ってなくて医学部に入りましたし、そういう人ばっかりですよ、ほとんど、はい。実際その通りだし、でもっと言うと医者も看護師も薬剤師もみんなパータリンだと思ってました。でそういう感じで入って、だから全然治療意欲の血の字もないんですね、はい。しょうがないからっていうことでずっとやってきたっていうのが僕の中にあって、だから開業するのも早かったし、で、まあ、ある意味だからそういうなんていうかな、その全部において批判的な目で見てたから、まあ、だから一応ね、ある程度年食ってからですけど、まあ、そういう目で見れるようになったのかなと。でそういう考えが母体にあって今があるので、だから治療してくれる人を応援するんですよね。わかりやすいでしょ、はい。うちの薬害研究センターでもそうですけど、私のスタッフの方が下手すると私よりも優秀です、はい。治療をする上ではね、全然優秀だったりとか、するかなと思いながら見てたりとかしますけど、私はそこで説教するのが一つの立場みたいなもんなので、まあ、それでやってますけれども、そこを全部カバーする人たち、全部私のところ全部女性スタッフです。別にハーレム作りたくてやったわけでも何でもなくて、はい、結構ね、私と同じぐらいの年の人もいるわけですけど、上の人もいるわけですけど、その人たちが活躍してくれればいいという考えで基本的にやってますので、だからまあコングレスとかね、ホメオパシーも頑張っていただきたいと思うし、もう他の領域でもいいんですよ、はい。自分がね、なんていうかな、いい治癒効果とね、結果を残せるという分野の方であれば、それはみんなそれでやってもらえば私はいいと思うんだけども、私に回さないでねって言って、いつも そういうふうに、まあ、思ってるんですね、まあ、これはちょっと男の考え方と 女性の考え方でもしかしたらちょっと違うのかなというふうに思ってるんですけど、それよりも何て言うんですかね、私としてはね、文系思想なので、その社会に対してどうやるかと、もともとは寄捨て人的だったんですけど、とりあえず今やんなきゃちょっとやばいなと思ってるからやってますが、どちらかというと文系思想なので社会そのものにアプローチをするっていう考え方の方を、まあ、重視してやってて、私治療したくないわと、でもしょうがないから医者っていう立場もあるし、はい、それだけで頼ってくる人もいるので、まあ、一応そこそこ準備はしてやってますけど、早く私このクリニック辞めて、でもっと別のことしたいなと思いながらやってるのはやってるので、ぜひ、ここにねいらっしゃる方も結構こうセラピストとかですね、ホメオパスの方ももしかしたらそこをね数いらっしゃるかもしれませんけど、まあもっとね活躍していただいて、で宣伝もねいろいろして、でね、そういう医者たちを、ね、コテンパンに潰してもらって、はい、私も仕事がなくなったらめでたく私は他の仕事に、ね、転職するというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
その他の仕事って何か知りたいですね。何ですか。いや、わかんないんですけどね。よく政治家って言われるんですけど、政治家にはなりたくないので。でも先生が政治家になったら素晴らしい日本になるんじゃないかなと思いますけど。いや、でもそれこそ本当に殺されそうじゃないですか、うん、政治家じゃないから今ね、結構ね、のうのうと生きてられると思ってるところがあるので。だから、いや、自分の中では何だろうな、わかりませんけど、その文系だから、まあ、今は結構本を、ね、はい、書いてるのもあるから、ね、まあ、作家って言い方するとなんか変だけど、そういう風なのもいいのかなと思ったりとか、哲学家っていうとなんか偉そうなんであれですけど、そういう、うん、自分にもいろいろ考え方って、あと知識とかも自分で集めたものとかも部分的にあるので、そういうのを言うのって、ね、医者と違いますからね、うんうん、でも政治家でも何でもないし、経済界の人間でもないしっていうので、ようわからんのんですけど、そういうな、そうなるのも面白いかなとか、うん、まあ、講演でなんかね、そのなんかいろいろ、講演はね、別にやるのは構わないんですけど、講演でなんか政権みたいな立てるのもすっげえ嫌だなとか思ったりとかしてて、うん、だからどうしたいのかよくわかりませんね、要するにね。いや、要は社会に物を申したいわけですよ。ですからどんどん社会に物を申して、この日本でこれだけ辛辣に物を言ってる人って宇都宮先生があんまりいないと思います。ですからこれを止められると宇都宮先生じゃなくなっちゃうんで、もうぜひ、これは続けていっていただきたいところであります。で、私たち一般人が言うと、なんだこの野郎って潰されるんだけど、なんかどうも先生が言うとあんま潰されないっていうね、これがなんかすごく不公平に感じたりするんですが、ただ、まあ、調査、まあ、ってそこが有利なんですよ、やっぱり資格っていうものがそこで大きい、ね、っていうのがあるので、普通のおばちゃん対お医者さんっていうこの違いもあるでしょうけど、うん、やっぱり調査をしてですね、しっかりと言われても、ほら、すぐそれが事実の場合は、まあ、そこから責め立ててこれないわけですから、事実をそのままちゃんたんたんとね言わなきゃいけないんだけど、私なんかほら感情派だからもう何とかこうなっちゃうし、それで別にいいと思いますけどね。いやいやいや、やっぱりこうしらーっと淡々とやっていかないといけませんね、宇都宮先生のように。いやいやいや、いや、淡々とそんなやってないんですけどね。なんかね、いや、医者ということでね、立場ということで言うと、本来昔は医者って立場すごい低かったんですよね、はい、これちょっと歴史勉強すれば分かる話で、統計学とかじゃ常識的な話なんですけど、それは高くなったということ自体にね、問題があって、これも一つのね、その支配構造の一つのね、作戦みたいなもんで、でそれがそのな、まあ、有事というかね、健康被害っていう言い方で言うとの有事につながってる。だからその医療洗脳っていうんですかね、そういうのをやっぱり日本人全員がその捨てて、で自分で治せるようにならないとダメですよね、はい、でそういうのにね、いろいろな民間療法とかね、それはもう別にホメオパシーでもいいし、ホメオパシーじゃなくてもいいかもしれませんけど、そういうのを活用して、そうするとですね、もう多分8割9割の病気なんていうのは自分で治せますよ、はい、僕一生懸命やってる人とかだと、もう本当に難病でも自分で治しちゃった人とか何人も、もうお会いしたこともありますから、はっきり言って医者に行く必要は全くないと言っても過言じゃない。慢性病とか今の現代病とかね、そういうふうなことで言うと、本当医者が一番地位が低いんだというふうに思ってもらうことは本当に大事だなというふうに思ってるんですけどね、はい、もっと地位が高くなれば政治に出馬したらどうですか。いやいやいや、私はもうそれほど弁が立つわけでないので、なかなかそういうとこはいけません。ただ私がやりたいのは、本当に国民一人一人、また世界の民族一人一人が自分らしく幸せに生きるにはどうしたらいいかっていうところがね、一番大事なポイントじゃないかなと思うんですよ。そんなに大金持ちにならなくてもいいから、明日の食べ物に苦労しない、そして雨梅雨もこうね、しのげるような屋根もあり、そして隣近所でギャン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 言われないような距離もあり、そういうね、自分のこうかすかな、密かなちっちゃい幸せ、そういう、それをみんな日本人も人類も欲しがってるんだと思うんですよ。だからなんかいろいろね、こう外からこうああでなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないとか、いろんな道徳価値にものすごくみんなは侵されていて、それで自分がそうでないから自分は変な人間だと思って自己卑下している人が多いと思うんだけど、
ぜひですね、自分らしく生きていただきたい。私風邪ひくとですね、何するかっていうと裸になって、股とかお尻とか胸とか全部太陽に当たるんですよ。そしたらですね、近所から見えるもんだから、ゆいさんあれ何をやってんですかあなたと。だけどこのこう太陽を浴びるっていう、もうこの太陽の光の中にものすごい注力がありましてね、だからこれをやることで風なんていうのは体の大掃除ですから、今も結構熱ちょっと出てるんですけど、でもすごくこうね、熱が出れば出るほど速やかで、こうなんて言えばいいのかな、こう非常に調子いいんですよ。で痰もなんかでプルプルのこう黄色の出るんですよ。ありがたいなと思ってですね、出とるわと思って、咳も出る、鼻水も出る、耳もなんかツーンとなって、こうあ耳まで、ちょっと炎症起こしてるな、いいのいいぞ頑張れみたいな感じでね、症状ありがたいですね。と同じように感情もありがたいですね。生きてるからいろんな感情出るさ、それが人生さね。なんかタイミングが苦しいタイミングで後半なんか増えてきましたけど、私は何を言えばいい、熱なんかね、全然違う話ですいませんけど、なんかもう最近なんかもう視界無視して雑談してますね、すいませんね、はい。熱で言うと子供の熱は38度まで OK っていう、これ常識的な話らしいので、2歳までは38度台まででも全然構わないから、今の保育所の基準っていうのは全て間違い、はい、これは戦前の、お医者さんだったらみんな知ってることだそうで、まあ、私自身は真由美さんに教えてもらったんですけど、まあ、それで、まあ、結構年いってきても37度台でも全然、はい、それが普通で、統計的にはそれが戦前は普通だそうです、はい、だから今36度台しかないっていうのは、簡単に言うと全員低体温っていうことなので、まあ、その熱っていうのはその、ね、まあ、免疫力を高めるためにやってるわけですけど、本当はそういうのからね、まあ、見直さなきゃ、まあ、いけないわけですけど、まあ、そういうとこもね、結局教えられてることがもともとね、まあ、嘘だと、まあ、栄養学の嘘にしてもそうだし、そのそういう温度体温の嘘にしてもそうだし、まあ、そういうとこもちゃんとみんな、まあ、見直していかなきゃいけないのかなっていうふうに思いながら、はい、早く風邪治してねっていうふうに思ってましたけど。ありがとうございます。先ほど宇都宮先生がそのこれから社会的な問題とかいろいろやっていきたいという話がありましたけど、やっていきたくもないんですよ。つまり私は早くね、はい、もうすべてやめて、はい、だらだら生活したいんですよ。すごいそう思ってるんですけど、はい、誰もやらないんで、だからやってるっていうだけで非常にこう、ね、またね、はい、ネガティブなオーラがね漂ってますけど、はい、誰もやらない。だってもう日本人の医者の中でだってやってる人一人も知らないですよ、はい。でね、私自身ねあんま偉そうに言う気はないですけど、気づいたの遅いんですよ私ね、はい、まだ30代だって言われれば若いじゃんって言われそうですけど、その気づいてその最初にねこんなんやりだしたの7年ぐらい前、ちょっとぐらいの前ですけど、今みたいに全体これ全部同じでもう全部やばくてどうしようもないなと思ったなんて本当3年半ぐらい前ですから、そこから考えるとすっごい短いですよね。他の人でもそうやってもっと長くやってる人とかいっぱいいますけど、でも私はいつもそういう人たちに言うんですけど、じゃあなんか結果残ったって言っていつも私は思ってるんですね、はい。だからその宣伝もそうだろうし広報もそうだろうし、であとはだから周りに敵を作ろうが何しようが言うことは言うとかね、私はやるってなったら一応それはやるので、なんかそうやってみんなやってないじゃんって、だからもう綺麗事を言ってる代替療法の医者たちも私はみんな嫌いですね、はい。じゃなくてそうじゃない人たちの方が、医者じゃない人でもそういうことやってる人たちの方が私はね立派だというふうに思いますし、まあ、でもその人たちもまだそれ影響を与えれてないから、その人たちもみんな頑張らなきゃいけないというのはあると思うんですけど、とりあえずやっぱり最後にやっぱり言いたいのは、そういう医者たちも信用しちゃダメというぐらいの気持ちでやってもらうのが大事だと思いますね。その医者たちとか僕も含めてその人たちは変えるわけじゃなくて、まあ、自分たち変えるしかないわけですから、はい、そういうふうなことをやっぱ考えてもらいたいなって思いますけどね、はい、はい。その中で先生は児童相談所の問題について今取り組んでおられますけれども、それについて少し話を、はい、いや、まあ、まあ、ここにいらっしゃる方は、ね、ネットとかを見ているからもしかしたらもうご存知だというふうに思うんですけれども、今本当に児童福祉とか児童相談所っていうのはひど
ひどくて、もう拉致期間みたいになってますので、もう、まあ、それは法律上の問題があるわけですけど、もう本当にいろいろなその拉致というかですね、一時保護のケースがあると。でワクチン打たなきゃ、ね、虐待だっつって、でそれでさらわれて、でそれで養護施設に放り込まれたら薬漬けとか、フッ素乗らないとか、牛乳飲まないっていうのが通報だけですけどね、そういうケースもありますし、体が小さいっつって虐待だって言われてるケースもありますし、まあ、なんだっけ、ホメオパシーのその話もなんか通報関係してたんですか。そうですね、まだベイビーの時にですね、アトピーだったんですね。これでアトピーで、離されてしまったんです。というのは、子供がちっちゃかった、要するにその自分の子供のこう成長のこのグラフの中に入ってない、体が小さいってこと、はいはい、同じですね、はい、でもんだから、その病院が、病院とその、どこだったかな、保健所かな、取り上げてしまって、お母さんと離れたもんで、でまだこう母乳飲んでましたからね、でその中でその子が病院かなんかで亡くなっちゃったっていうケースがあって、でその時にね、やっぱりこうお母さんがいなくなる、ちっちゃいベイビーでまだおっぱい飲んでる時に、これは子供には死ねということじゃないかと思って、だから僕児童相談所でこうすぐこうやって取り上げてですね、母子を話すのはやっぱりいいことじゃないなって思うので、先生そのことをまたやってらっしゃるというので、また物議を醸すのはもう100問1問同じだからやったらいいんだと思います。そういう言い方なんだ。いや、まあ、私は別に虐待を強要してるわけじゃなくて、虐待をしてる人は、いるのはいるんですよ。でも皆さん周り見れば分かるように、ね、日本人今、ね、奴隷かっちゅうんだったらおとなしいぐらいなんですね。そう簡単に昔のように虐待する、折檻する人の方が少ないぐらいです。その中で虐待数が増えてるっていうのは、これはカモフラージュだということを前提にして考えなきゃいけなくて、もう一つ重要なのは、たとえ虐待してても、虐待してない人が、ね、多いんですけど、たとえ虐待してても最後は親子がくっつくのが一応ね、基本的な目的のはずなんですけど、違うんですね。じゃなくて子供は商品なんですね、今の児童相談所とか児童養護施設に言わせると。だから例えば一時保護をすると、案件として1例案件を扱ったことに、ね、自治体 その機関としてなるので、30万円から35万円ぐらい、だいたい国庫金から金が落ちてきます、はい、で30件例えば今年、児童虐待をその、ね、児童相談所が扱ったというと、今年また30件せめて扱わないと予算カットです。だからキープするしようとする、増やそうとするんですね。だこのこれ、まあ、なんだっけ、道路工事の理屈と、まあ、ハンドキーと一緒なんですけど、だから3月が一番虐待数が多いんです。これも分かってることなんですね。そういうぐらいの状況で、あとそれで児童養護施設に放り込まれた子どもたちのかなり多くが精神薬を投薬されている。でこれは病名は PTSD って、大体パターンが決まってる。でそれでどん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 こうね、それも児童養護施設もそれで儲かるんですよ、はい、で精神科医も儲かる、でその児童相談所、児童相談所で案件扱ってるからって儲かるという、そういう構図になってるので、だから次世代ですからね、子どもはね、そこにそういう、ね、その目をつむというふうなことをやってる、そのシステムになっちゃってて、これはヨーロッパでもかなり問題になってます。日本だけが児童相談所っていうのはあるんですけど、向こうでも児童福祉とかですね、そういうところはもう拉致だっていうことで、これは向こうでもかなり新聞なんかでも社会問題になってるっていうことがあるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、そういう児童福祉のですね、もう闇というか構造っていうのは、まあ、興味持ってもらえばいいかなというふうに思いますし、まあ、そのホメオパシーの発想会とは全く真逆の発想をやってるというふうなことが実際にあるということですね。これは本当日本の中でも将来に非常につながる重要な問題だと私は思ってますけれどもね、はい、やっぱり国民が、特にお母さん方がそれに対してノーと立ち上がらないと、いつまでたってもそれはなくならないと思うんですね。やっぱり利権というのははびこることによって、今までその利益を得てた人はもうそれが利益がないというわけにいかないから、やっぱり取ろうとするでしょう。でもその中で子どもの命や自分のね、一生懸命叩いてでもですよ、ちょっと意地悪したかもしれないけども、我が子を恋しいし我が子を愛してるっていうのは変わりがないんですよ。インナーチャイルドというものがいるからこそ子供をいじめたりするわけですよ。5歳の自分がいて、その5歳の時の気持ちで5歳の子を面倒見るから、
やっぱり叩いたりつねったり意地悪になったりするわけですよ。だから5歳の時の心の傷をちゃんと、わがままをなんでこの子は言うんだろう、自分は5歳の時わがまま言えなかった、自分はお兄ちゃんだからとかお姉ちゃんだからでわがまま言っちゃダメって我慢した、でもこの子はずっとわがままを言う、その時にカーッとなる5歳の自分がいたわけですよ。自分は我慢してきてるからな、その時にあの時は辛かったねお兄ちゃんと言われてっていう一言を自分に言って慰めてあげる、このような療法っていうのはイナチャード癒しになると思うのでものすごく大事だと思います。自分を肯定し自分を慰める力があるものは生きるための哲学として非常に楽になると思います。ぜひそれをやっていっていただきたい。これイナチャード癒しでありますけどもね。でこうやって、子どもが話されると子どもの知能も育たないし体も大きく育たないっていうのはもう統計学上出てるわけです。ですから愛されて育つ、愛されて目かけられて育つ、これは何につけてもそうです。キャベツでも大根でも花でもそうですし、人間もそうですし動物もそうです。愛情、みんなが欲しがっているものは愛です。だったら自分に全くもっていっぱいの愛を自分に捧げてあげましょう。全然できない時もあったし、嘘ついた自分もいたし、意地悪した自分もいたけど、その自分を等身大で愛せるように、そういう時もあるよねって言ってあげられるようになったら、もっともっと犯罪も減るだろうし、もっともっと子供を優しく見てあげられるのかなと。でもその時はカッとなってるから、つい手が出ちゃっただけなのよ。でつい手が出たからね、うん、で訴えるんだ、この手を訴えてくれたらいいんだけどなかなかですね。私のところに来る方々は、まあ、やっぱりこう首絞めたり、まあ、殺しはしませんでしたけど叩いたり蹴飛ばしたりした人たちが行くところがないから私のところに来ました。私開口一番、もう仕方がないよ、叩いてもいい蹴ってもいいけど気が済んだ後にはごめんねって謝ってねって、5歳4歳の子でも分かるからって必ず謝ってねってこと、それをやるようにしましたら、だん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 子供からね、お母さん叩かないでっていうこともできるようになったし、それ言われるとハッと我に返るそうですわ。だそういうこともね、少し少しやってれたらいいし、抱っこできないし、だって優しくできないお母さんがいるのに、優しくしてあげなさい抱っこしなさいってもできないのに、だってこのお母さんも叩かれて育ってるからそういう子育てしかできなかったわけでしょ。だからこのお母さんを責めることは誰もできないよね。だからお母さんが自分自身をクズだと思わずに愛していれば子供も愛せるんだと思うんですよ。ですからお母さんもう大事な仕事してるのに、あんなもうね夜中目こすりながらですよ、おっぱい出して子供を育てる時の大変さ、今寝たかと思ったらまたギャンギャン起こされてね、本当にもうね、もう自分のパジャマの胸なんかね、ボタン閉めないのもめんどくさいから、はいおっぱいってこうすぐ出せるようにですね、だからもうなりふり構わずですよ子育ての時は。でもそれぐらいの気持ちでこの子たちを育てたわけですから、それを取られるのは絶対嫌だ。うちの子は本当に一生懸命自分が叩いたけど、私も叩いたことありました確かに、でもその後にいろんな話をして子供とも和解をしましたし、だから子育てはみんな新米ママなんだよ、みんな新米ママだからね、仕方がないんだから、で愛情が出ない時もあっていいんだよ、だって旦那さんに愛してもらえなかったりするしね、だから仕方がないんだよ、でそうやって優しくしていってあげたらいいのかなと思って、ぜひその児童相談所の事件になって母子が別途にならないように先生たちも頑張ってその法案を引っ込めるように運動していただければと思います頑張ります10月15日にそうですね、はい、まあ、これは行政交渉みたいなもんですけど、まあ、それと記者会見みたいなのもやるので、まあ、もしこれ見ててねっていう方がいらっしゃったら、まあ、Facebook とか Twitter にも載っけてますので、まあ、参考にしていただければというふうに思いますけどね。はい、はい、そうしましたらもうまだまだお話を伺いたいところなんですけれども、はい、早いですね。そうですね、はい、最後に何かお二人から一言ありますか。いや、まあ、いやもうなくても最後にね言われたことありますけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、原譜自暴とかっていう言葉ありますけど、まあ、そのホメオパシーをやられてる方っていうのはね女性の方がやっぱり多いっていうのも、まあ、なんかそういうね、まあ、自暴的なところがあるのかなと、
で私も別に体罰ね、まあ、全否定してるわけじゃなくて、まあ、無理に肯定はしませんけれども、まあ、そういうのは一つの日本のね教育だったということもあって、まあ、折檻みたいなのは私は別にね肯定は全然しませんけれども、なんかそういうのじゃ全く全部なくなってしまって、なんかこう男女の役割とかそういうのも全部失われてしまってるっていう感じが非常にね強く感じるので、そうじゃなくて、まあ、そういうところは日本もいいとこすごいあったと思うので、まあ、そういうのも、まあ、見直してもらうっていうことが今の社会崩壊の、まあ、一つのね、改善のなんか方法論というかきっかけになるのかなというふうには思ってますので、まあ、その意味でも、まあ、コングレスもぜひね、いろんな方に集まって頑張っていただければなというふうに思いますし、私はその日は多分他のところに行って講演してますけど、まあこれからもどんどんね、啓蒙は一応やっていこうかなというふうに思ってますので、まあ、よろしくお願いいたします。私の方は、第15回日本褒め師学協会のコングレス、10月18、19日、今こそ有事に備え、食、心、命、すべてにホメオパシーを、健康な体で毎日を過ごそう、自給自足の勧め、いかなる時にも希望を持って生きるために、インナーチャイルドを癒し、生きとし生けるものが、そのものらしく生きられますように、この国がこの国らしくありますように、ホメオパシーを使っていこう、そしてみんな幸せになっていこうっていう、こういう運動をしておりますので、ぜひ皆さんお待ちしておりますからおいでになってください。はい、では今日は、長らくかかりましたけども、先生また、やらせていただきたいと思いますので、今日はどうも皆さんも、あ、はい、そうですね、そうです、そうです、はい、あと私もですね、今度10月27日にチラシをお配りしたと思うんですけれども、宇都宮先生と自然療法の研究家の市川佳代子先生の講演会を企画しておりまして、由井先生もこの度ゲストとして駆けつけてくださることになりましたので、ぜひお時間のある方は来ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。いや、今日は本当に知らなければ大変なことになりそうな、家族を守るために、家族と自分を守るために、はい、必要なことをたくさん聞けたのではないかと思います。由井先生と宇都宮先生、本当にありがとうございました。ではありがとうございます。会場の皆さん、そしてインターネットで視聴してくださった皆さん、どうもありがとうございました。最後に今日のアンケートをお配りしておりますので、お帰りの際に記入して。